皆さんこんにちは。こんにちは。リリーブランルミネヒト新宿店の近藤です。同じくルミネヒト新宿店の赤澤です。はい、私たちは身長150センチコンビなんですが、今回の企画では低身長の 5days ファッション Vlog を2人で撮っていきたいと思います。見てってください。近藤さんのコーデのポイントはどこですか？今日の通勤コーデのポイントは、ちょっとトレンドのステンカラーコートをちょっと主役に持ってきたコーデにしてみました。結構このコート長めでストーンとしたシルエットなので、中 あのボトムをちょっとこうすっきりしたシルエットのものを合わせることによって、コートにこう着られてる感が出ないようにちょっと組んでみました。長いものとかを着るとどうしても150センチだと着られてしまう感が出てしまうので、ちょっとこう首元をすっきり髪を上げてアップにすることによって、目線を上げてちょっとでも身長を高く見せるようにバランスをとってます。ちょっとオーバーサイズな方が似合いますよね。そうですね。なんかこのコートって00サイズも出てるんですけど、あえてあのフリーのサイズを着用してます。赤澤ちゃん、今日のコーディネートのポイントはどこですか？まずニットとバッグの色が近いもので合わせてみたので、カラー差し込むのがポイントになりますね。なんかマスクとバッグとか合わせるのすごい好きなので、ちょっと色をあえて同系色で差し込んで、あとは黒でまとめるのが結構ポイントですね。赤澤ちゃん黒好きだもんね。はい、もう出勤コーデ大体黒ですね。いつも通りの赤澤ちゃんスタイルですね。はい、あとは私結構首長いのがちょっとコンプレックスで、タートルネックとか入れるとちょっとごまかせるというか、丸襟でピタッとしてるままにちょっと差し込むのが私流というか、してますね。あとは実はこの靴インソール入れてて、もともと厚底なんですけど、さらにちょっと5、6センチ盛れるようにして、ちょっとでもスタイルよく見えるようにしてますね。いつも移動させて違うブーツに入れ替えたりしてます。愛用の、はい、そうなんです。今日のスタイリングは休日コーデです。今日はちょっと買い物に行って、夜はデートでご飯に行く予定があります。本日のコーディネートは白のセットアップに小物はブラウンでまとめてみました。今日のアクセサリーはゴールドで合わせております。スカートのふわっと揺れる雰囲気がレディーライクな感じにまとまったので、お気に入りなスタイリングです。今日は、店頭出勤日なんですが、店頭のコーデを撮影しにちょっと休憩中に外に出てきました。寒いです。寒いです。コーデのポイントはハイネックのトップスをレイヤードしてちょっとおしゃれに見せてるのと、ミニスカートがちょっと子供っぽくならないようにトップスをアウトにして大人っぽくまとめてみました。こちらのコーデはSS のワンピースを1枚で主役にさらっと着用したいので、靴はホワイトで、アクセサリーはシルバーアクセサリーで寒色系でまとめてみました。今日はお休みなので友達とディナーに行きます。ちょっと時間があって寒かったのでコーヒー買いました。今日はお休みなのでレイヤードコーデをしてみました。リアバイアイテムのアームウォーマー付きワンピースセットのアームウォーマーだけ使用して、黒のトップスを重ねておしゃれに見せてみました。足元にパイソン柄のブーツを入れてトレンド感を出してみました。はい、今日は本社でインスタライブ撮影をします。はい、今日は新作商品をご紹介しますので、その様子を少しお届けします。近藤さんの今日のコーデのポイントはどこですか？今日はあの新作のご紹介するトップスを使って、もう本当にザ・リリー・ブラウンヴィンテージらしくちょっとスタイリングしてみました。低身長さんだと結構苦手意識のあるかなと思うロングスカートなんですけど、しっかりこうハイウエストで
ウエストをマークしてあげることによって調節もできますし、ロングスカート合わせるだけでお足が長く見えるので、低身長さんにはおすすめのスカートを合わせてみました。ロングスカートよく履いてますよね。はい、ディアバイアイテムなので愛用してます。かわいいですね。ロングスカート合わせるときはいつもこうヒールを合わせてちょっとバランスがよく見えるようには意識して、トップスと合わせて黒を持ってきてます。赤澤ちゃん、今日のコーディネートのポイントはどこですか？はい、今日はこれが新作で入ってくるので、うん、このご紹介をするためにコーデを組んでみたんですけど、ちょっと甘さがあるお色なので、ちょっとシルバーのネックレスで落ち着いた感じを演出してみたのと、このスカートなんですけど、一応店頭にも入荷しているものになっていて、150センチの人でもすごい履きやすい丈感がおすすめのお洋服ですね。今ちょっとサンプルで M サイズを、サンプル M しかないので M サイズ着用してるんですけど、いつもは2回折ったりとかして調節してインスタライブをやってます。 S だと本当に履きやすいスカートで低身長さんおすすめですよね。そうですね、すごい丈安心して着れるので、ロングスカートでもなかなかあんまりないかなと思います。皆さん、私たちの 5days いかがでしたか？150センチの皆様の参考になれば嬉しいです。嬉しいです。今回私たちが着用したアイテムは概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらから見ていただければと思います。見てみてください。この動画が参考になった方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。